柿原翔は、地方競馬の名古屋競馬場東家崎和夫級者所属の、騎手である。地方競馬教養センター騎手家庭第76期生。2002年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年10月21日第15回名古屋競馬1日目、第11競争ほどとギスト特別ブレードランナーで初起場、初騎乗。 同年11月20日第17回名古屋競馬5日目、第10競争明け日特別を、ベルデン不動で優勝し、初勝利。2007年1月17日、第20回名古屋競馬4日目第9競争サラビー11組条件戦を、ホーリーオラクルで優勝し、地方競馬通算100勝達成。2008年7月18日第9回名古屋競馬4日目、 第11競争第12回目港坂月をテキサスイーグルで逃げ切り優勝し、重傷初制覇。同年10月12日第4回京都競馬2日目。第11競争第43回京都大賞展でテキサスイーグルに騎乗し、中央競馬初騎乗。同年地方競馬通算200勝達成。2010年3月25日。 第27回名古屋競馬3日目第2競争さらしい15組条件戦を平八ドリームで優勝し3692戦目で地方競馬通算300勝達成2018年3月2日名古屋競馬第10競争をベディテで優勝し8051戦目にして地方通算戦勝を達成ありがとうございます